無理だわ。はい、こんにちは、クロスです。ということで、今回はですね、装備使っていこうと思います。カスタムが、20発カスタムの方だね。20発カスタムの方の装備です。ということで、レートが、981ですね、ハイレートなんで、まあ、大体、姿勢のデフォルトと同じぐらいあります。まあ、それより若干低いんだけど、正君は。弾のダメージがでかいんで、確か。まあその分強いかなといったところですね。はい、行きましょう。この武器使ってて、まあこの武器というかこの専門理論を使っていて大きくいい点があって、それがめっちゃね指切り上手くなる。指切りというかなんかその完全な打ち切りじゃなくて、あ、マジか。うわ、今のめっちゃ惜しい。でもこの武器、まあ、使いこなせるとかなり練習になります。危ない。今のエイム良くなかったな。危ない。ショットガンだったんですかこの人。俺覚えてる。ナイス味方。いいですね味方。本当強いぞ。だと待つな。危ねえ、勝った。きつい。はい、オッケー。足音は聞こえてんだよねって。なんで死んだ。死ぬわこれ。入れそうで入ろ。無理すると弾持たないからな。無理できないんだよなあんまり。危ない。ナイス味方。起こしてやろう。ナイスかまだいいぞ今の。超助かる。ああいうのまず、ああいう時にキルを取るんじゃない、取らなくてもいいからさ、一瞬ヘイト買ってくれたりとか、相手を撃って回復阻害してくれたりとか、なんだ、そういう、なんて言うんだろうな、まあ、行動阻害というか、行動妨害的なことやってくれるのめっちゃありがたいんだよな。リアルに。
マジクソありがたい。なんかそういうのをちょっとやってくれてさ、その僕自身生存力っていうか生存率むっちゃ上がるんだよね。まあ、生存力が上がるとね、イコールで僕がゲームをキャリーしやすくなるということで、皆さんにとってもね、悪い話じゃないですよ、多分。そしてもね、ゲームの仕様上的に一人で100ゼロのキャリーって多分無理なんですよね。まあ当然なんですけど、一人で100ゼロキャリーができないってことは、まあ誰かしらに助けてもらいながらゲームをプレイするしかなくて、そうなってくると、まあやっぱりああいう風なプレイっていうのは助かるところになってくるんですよね。何のつもりかね。危ない、くっそいて。何人だこの辺に。すげえ数おるけど、なんだこれ。最後頑張った。そしてもっとだってやつ。あ、ごめん、回復じゃなかった。ごめん、クールダウンなんだ回復今。もう一生橋の上で死んでる人たちは学習して。ちょっとさすがにやばい、そんなに死んでるのは。いや、ピーコン2個は舐め腐ってるですよ、そこに。あー、怖い怖い、実に怖いね、今のも。ワンチャン待てそうになるから怖いね、本当に。行ってしまったらこれ調子悪い試合ってやつですよ、僕多分。行ってしまえばだね。うん、あ、一人倒した。何これもう、本当にしょうもねえ。ファッキンタンク。なんでだよ。歩兵じゃないよ、もはや増兵だよ。無理だろ。
запрашиваем экстренный авиаудар. Южный JB-2. Вот координаты. Хорошо, уже готовим. お、いいじゃないですか、4機種。相手の V1。僕もよく知らなかったなと思う。仲いいんじゃないのこれ。中にねえか。一回でも中にハイドしてることがあったんだよね、ケジが。無理かー。ちゃんと OEM してくる。やばくね、敵の数。なんでこれ。敵の数がバカ出てる。めっちゃ眩しかった今、なんか目眩しすぎて無理だったんだけど、至近距離にいた時僕 目がめっちゃ潰れそうだった。超痛かった。何今のマジで。危ねえ。危な。あれ起こしたかったね。ふう。危な。あー、最後に切れんかったか。
まあそんなにあれを見逃すほど相手も甘くはないわな。終わり。いやーきつい試合ではあったね。やっぱりまあ70キル乗れたからよしとしますが、なんか後半調子ちょっと上がってきて悪くなくなったけど、まあチーム状況があまりにも苦しかったね。うん、そんな感じかな。はい、そんな感じで終わります。相手すごいな。トップの7位までは全員日本人だね多分あれ。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。